ここではたった一人、カメラに可愛く思ってもらえばいい。 MV と同じ要領でいいならむしろ得意分野だよ。やったじゃん。私ルビーの動き方なんか倒れる準備してるみたい。もっと堂々と胸を張って立つの。大丈夫だよ。でもお母さん釈放されても迎えに来てくれなかったんだ。ちょっと脅か私たちが暮らす世界雪海も今滅びの危機に瀕して、そのバルギアが私たちの国にも迫ってきたのです。いえ、賢者がいないと分かった以上、一刻も早くアトランドに戻らなければ。無茶言うな。親父あいつにも空手教えてるじゃねえかよ、うん、第一私は女だぞ。分かってる。喧嘩売られた以上慣れ合う気はねえ。先手必勝で速攻肩をつけて。お前ら先輩とつながりがある私に恋愛相談をしたいってことだな。なら最初からそう言えよ。好きです。僕朝日さんのことが好きなんです。朝日さんのことを考えると胸がキュンとして。これって好きってことですよね。迷惑ですか。それにここを追い出されたら僕たち行くところないです。に待って、寝落ちのタイミングが全然思い出せない。確かあの悪魔と話して、それから誰キリの早要件は。あ、家が近所で朝困ってたみたいだったからスマホ貸しただけで。でもあの柏木さん、和樹くんのこと好きだよね。つまり和樹くんと仲良くなっても恋愛に発展することはない。あのアホ悪魔め人選ミスしたな。そのお金の件についてはジャスパーという知人の記者に探るようにお願いを。ジャスパーは横領についての調査を。キース様も協力してくれるそうよ。何かする人間がいたら叩きのめしてやりますわ。私だってアーモンドが可愛いんですから。不思議だな。私にはいつも以上に美味しく感じるのですが、あ、もしかして隠し味を忘れていたのかも。私もなんで、なんでもございません。坊ちゃまに撫でてもらえてよかったですね。あんたが塾を捨てたら組のメンツは丸潰れ。それでも飛ぶって言うんだから。なんでもない。それよりドイツの夢はどうするつもり。叶うとか適当なこと言って。ちょっとこれ何を。いやな、それに比べてマーデンの方は攻め手もだいぶ緩んできているわね。だとしたら助かるわね。山から見る景色にも飽きてきたし、弱みとかもね。ここじゃ贅沢にお湯を使うわけにはいかないもん。隣国のカバリノです。こちらに大兵力を抑えていたため教習を受けてもろくに抵抗できず。何でもないよ。何、どうした。ルナ、ルナ、ほんと早くして。ルナが。ルナでもマニュアルを忘れることあるんだ。うん、私みたいなところもあるんだなって。ブラストサプレッサーがあればいいのに。それじゃあ二股の件説明してもらおうかしら。友達を困らせることはしないわよ。サキサキとは中学から仲良かったし、向井くんのことは近くで見てて。向井くん、本気で二人を幸せにできると思ってるの。えへへ、冗談だよ。別に大丈夫。自分たちを象徴するものをくれたということは多かれ少なかれ感づかれてるだろうし。でも幽霊や亡霊に関しては何が起きてもおかしくないの。彼らがそれ以上追求してこない理由はそこにあるのかもね。クリスさんは食べるの好きだし、お蕎麦がいいかもです。ホナミさんは逆に食べ物じゃない方がいいかも。みなかみさんはどれも喜んでくれそう。マキさんは使うものにこだわりがありそうだし、洗剤以外かな。あの、その通りにしろってわけじゃなくて。もう最近信者増えまくりで大変っていうか。ほんでも律儀に新人に会いに来るうち超偉くね。そんじゃ新人ちゃんの顔も見れたし、よいしょっと。オッケーオッケー。新人ちゃんの愛を暴走状態にさせてあるから気をつけてね。はいはい、そうでしょうとも。ちょっと試してみただけ。
やらないよりやって後悔するのが人生でしょ。ただ生きて帰りたいってことに理由が必要。私は若い美空で死にたくない、それだけ。まあお侍さんにはわからないかもね。何言った。人間は嫌いだからな。だから代わりに恩返しする。言っとくが、恩は返すが死んでも礼は言わないからな。さあ恩返しさせろ。あん、そんなおためごかして俺を追い払おうってんだな。そうはいくか、恩を返させろ。そうじゃなきゃ俺は地獄の底まで付きまとってやる。違う。いや、追いかけてきたのは確かだが、私は君たちに話があって。話の前にまずは感謝を。そのために君たちに協力してほしいのだ。すごいな。すべてレインが予想した通りだ。騎士の心に反逆しているのはあなたの方だ。私も知りたい。カズヤ君の誕生日。気持ちが伝われば何をもらっても私なら嬉しいな。なんで？ああ、ほらかわいい。めったに見せないんだからね。夏休み明けのレポートお楽しみに。でも見て、もう4月だよ。これで先生とか教え子とか